浅間高原自動車テストコースとは、群馬県浅間山3に存在していたテストコース。本来はテストコースだが、レース場として利用されたこともある。全日本オートバイ耐久ロードレースや、初期の全日本クラブマンレースの舞台になった。昭和31年6月、国内2輪製造19メーカーによる、社団法人浅間高原自動車テストコース協会が、設立された。 コースが設けられたのは、群馬県とつま村が所有していた土地で、テストコース協会と通産省が建設費を負担し、群馬県とつま村から土地を借りる形で、コース建設が始まった。テストコース協会設立に参加したメーカーは、ホンダ、東発、スズキ、トヨモーター、メグロ、クルーザー、ポインター、ヤマハ、ライラック、ヘルス、アストン、明発。 翼ラビット、朝日陸王、富士、DSK、ホスクの19社である。昭和32年7月にコースが完成した。昭和53年に浅間高原自動車テストコース協会は解散。日本の二輪車メーカーが4社にまで減り、群馬県から土地の返還を求められていたのが要因とされる。以降はテストコースとして用いられることもなくなった。 1975年撮影の航空写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成コースは1周 9.351km の火山灰と砂利道。現在の間隔からすれば、ロードレースコースというより、モトクロスやダートトラックレースのコースに近い。将来的には、完全舗装する構想で建設されたものだったが、 多額の予算が必要なことと、協会メンバーの中から倒産によって脱落していくメーカーもあり、その計画は実現しなかった。大きなヘアピン1箇所と半径50メートル以上のカーブが5箇所。福音はスタートから500メートル付近までが20メートル、その先が15メートル、それ以外は8メートル。コースの勾配は最高ントのスロープが少しある以外は、 ほぼ平坦。この自動車コースは、名称の通り本来はテストコースであり、浅間火山レースで2回、全日本モーターサイクルクラブ連盟主催の全日本、クラブマンレースで2回使用された以外は、2輪と4輪のメーカーが走行テストに使用していた。浅間火山レースには各メーカーの性能テストという意味合いも込められており、製品の性能品質を向上させて、 海外市場での商品力を高めるのが最終的な目標とされていた。そのためコース建設には通称産業省の助力もあった。テストコースとして使用されなくなり、平成に入った後も国土地理院発行の地図にはコース図が記載されていた。現在はコースの大半がボックス装置に戻されている。一部は現存し、浅間サーキットとして元クロスダートトライアルラリーの SS として利用されている。ありがとうございます。